さあ皆さん、青年学院大学行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、空所補充問題、本来は15問あるんですが、まあこれをちょっとさすがに全部やってるとですね、視聴時間がかなり長いことになってしまいますので、最初の10問、これを優先していってみたいと思います。皆さん、パターンは2パターンでございます。知識を確認する問題と、そして意味内容を把握する問題ということでよろしいかと思います。で、知識を確認する問題というのは、単語、熟語、文法の知識ですね。これも選択肢からもう見てすぐわかります。で、ただ差が生まれてくるのはやっぱり意味内容を考えながら解く問題ですね。ただ皆さん、やり方はですね、以前からお伝えさせていただいてるんですが、空所前後の語句と選択肢。これを皆さん見比べていただいて、言い換え可能なものを選んでいただけるとバッチリでございます。ですから、そのあたり皆さんちょっと意識しながら、頑張っていただけるとよろしいかと思います。サミさん、第一段落お願いいたします。サミさん、クラン A でございます。選択肢これですからね、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、最大のヒントは空所の左側でよろしいかと思います。No fixed prices ということで、皆さん値段が決まっていないんですね。固定されていないということです。で、固定されていないということは、Current is the amount of pay ということで、支払う金額を…というふうに考えていただけるとよろしいかと思います。ですから正解は2番ですよね。ネゴシエート、交渉するということです。ですから、先ほどもお伝えしました通り、値段が決まっていないということは、両者で交渉しなくちゃいけないんですね。うまいことつながりが見て取れますね。サミさん、続いて空欄 B、お願いいたします。で、皆さん、空欄 B の右側は、today ということで、現在の話ですね。ただ皆さん、空欄 B の左側は、皆さんもこれでわかるかと思いますが、1800年代というところで過去の話ですね。ですから、空欄の前後で過去と現在で対比が起こってるんですね。ですから、選択肢の1番の therefore それゆえとか、2番の equally 同じようにという話は対比ではないですよね。で、もちろん3番 while は一方でという意味もありましたし、4番 on the other hand は反対ですね。しかしながらっていうことでよろしいかと思います。で、皆さん、その後は空欄 B の右側、コンマですからね。皆さん、3番、ホワイルは接続詞ですので、直後に SV が来るはずなんですが、コンマが来ちゃっておりますので、使えないですよね。ですから、前置詞プラス名詞の on the other hand、4番が正解ということで、よろしいかと思います。で、皆さん、その後空欄 C、お願いいたします。で、皆さん、値段が…という話ですが、これはあくまでも今日、現在の話ですよね。多分分かりやすいのは、この過去の話と対比させた方がよろしいかと思います。で、皆さん、この三角括弧で囲ったところが分かりやすいかと思いますが、先ほども確認した通り、値段が固定されていないんですね。ですから、交渉しなくちゃいけないと。ですから、値段が分からないんですよね。ということは、その一方、一方で現在はと言われたら、もちろん正解は3番ですよね。はっきり示されております。わかるんですよね。ですからこれもあくまでも現在と過去、それの対比関係を意識していただけるといけますね。サミさん、続いて第2段落でございます。まずは空欄 D、お願いいたします。皆さん、これはヒズストアと言って、言ってるところが最大のヒントですよね。ですから正解は1番ですよね。ファウンディット、創設した、創業したという意味でよろしかったですね。ですからもちろん主語は彼ですし、目的語はストアでございます。で、his store ですからね。ですから創業、創設という意味で問題ないですね。さあ皆さん、続いて空欄 E をお願いいたします。皆さん、これは熟語の知識でいけそうですね。ですから正解は2番ですよね。come up with で、うんたらかんたら。まあ、今回は考えですが、考えを思いつくという意味でしたね。サミさん、続いて空欄 F をお願いいたします。
デミさん、これは空所の左側、点点点を打ちましたが、例えば新聞広告をしてますよね。で、なおかつ空所の右側は季節の商品を取り扱ったり、いつもよりもお安いお値段でという話ですね。ですから今までになかった商品の販売方法を採用しておりますので、あれが正解ですね。ですから正解は1番、モアオーバーですよね。さらにということでよろしいかと思います。ですから新聞の広告をしたり、そしてさらにこういうことも取り入れてますよということで問題ないと思います。セミさん、第3段落、今度は空欄 G お願いいたします。皆さん、これはお客様が見て取れるようにするためというところからいけそうですね。ですから正解は4番ですよね。ディスプレイ。もちろん展示すれば見ることができますので、つながりがバッチリですね。さあ皆さん、最終段落でございます。今度は空欄 H お願いいたします。で、皆さん、これはもうリライなんとかの熟語でいけそうですね。ですから正解は3番ですよね。リライオンでうにゃうにゃに頼るということでよろしかったと思います。デミさん、続いて空欄 I お願いいたします。デミさん、これはハンドルですね。扱うと。手で扱う。これの言い換えが見つかりそうですね。ですから正解は1番ですよね。コントロール。掌握するということですので、このハンドル、扱うと言い換え可能ですね。さあ最後は皆さん、空欄 J でございます。で、もちろん意味的に言っていただいてもよろしいでしょうし、もしくは自動詞、他動詞の知識でもいけそうですね。で、もちろん空欄の右側にはビフォーワルトンさん。つまり前置プラス名詞でございますので、空所に入れるのは自動詞ですよね。ですから正解は3番ですよね。皆さん、イグジスと存在するということで、自動詞でよろしかったかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、空所10問題10問いきましたが、やっぱり対比、これがヒントになってましたね。で、以前から何回かお伝えはさせていただいてるんですが、対比に注目できるとですね、正解すぐわかるということがよく起こりますので、押さえていただきたいと思います。で、今回具体的にどういうものが出てましたかっていうと、ホワイルとかオンザアザーハンドですね。一方でということでよろしかったかと思います。そして皆さん、時制に関して現在と過去ですね。そして皆さん、お値段の方も明確に設定されているものと、設定されてない不明瞭な、こういうものが対比となって説問に絡んでましたよね。で、皆さん、これらの対比という視点は西南学院だけじゃないんですね。もうあらゆる大学で、絡んでくるという可能性が極めて高いので、再確認をお願いいたします。